片岡俊明6月1日隊は、元、東アジア反日武装戦線、狼構成員のテロリスト。確定死刑囚。現在の生は、マスナガ。東京都出身。改正高校から二郎して、法政大学文学武士学科に入学。その後、ベトナムに平和を。市民連合に参加し、バプテスト教会改革運動を行う。全教頭運動を経て、 大道寺正史と出会い、東アジア反日武装戦線に参加。自身が関与したグループ、狼の名付け親である。1973年4月から、職業訓練校の機械化で、爆弾製造に必要な技術知識を身につける。その後、爆弾製造の中心的役割を当たり、三菱重工爆破事件をはじめとする連続企業爆破事件を起こす。 1975年5月19日に逮捕される。最高裁において1987年3月24日に死刑が確定した。この時、人の命のかかった裁判を書類上の事務として右から左に片付けてしまう最高裁判事たちの態度に激しい怒りを禁じ得ないと表明した。死刑執行されていないのはかつての狼メンバーであり、 企業爆破に関与した佐々木則り及び大道寺綾子が日本赤軍が起こした2件のテロ脅迫事件の際、日本赤軍側の要求を飲んだ日本政府による諜報機的措置として出国し、海外において日本赤軍に合流後の消息が不明となっており、裁判が終了していないためとされている。2021年現在、死刑囚として東京拘置所に収監されている。 ありがとうございます。